障害者スポーツの魅力を発信する東京パラスポーツチャンネル。今年度も都内近郊で開催される障害者スポーツを生中継でお送りしてまいります。今回は第31回日本パラ陸上競技選手権大会の模様をお送りしてまいります。続いては男子 200m T36、T38 クラスが行われます。これも先ほど平松さんの方からおっしゃっていただいたように、脳性麻痺の部分の部類で、はい、特に、36、38は軽いクラスになりますので、立位ですね。立位ですね、はい、さあ今スタート。3連を走ります永井翔平選手は日本記録保持者であります。第4レーンは長谷部博之選手。さあ3レーンの永井翔平選手、長谷部選手がこのレース危険となっていますね。今単独レースになりまして、永井翔平選手がゴールをしました。今リザルトが出てきました。こちら永井翔平選手37秒34ですね。